い、鳥なのでちょっとね、頑張って歌いたいと思います。小山みのりです。よろしくお願いします。はい、じゃあまずはね、おはい、じゃあね、1曲目から歌っていきたいと思います。じゃあ1曲目はですね、もう雨ね、上がっちゃったんですけど、うん、もっと晴れろという気持ちを込めてね、皆さん最初は上を指して、そうですそうです、はい、始めていきたいと思います。じゃあね、いい感じの曲が鳴ってるけど、はい、途中でサビでね、手拍子したりするところもあるので、ぜひ一緒にしてください。じゃあ1曲目聴いてください。シャイニーゲート
ということでね、さっきまでね、実はアルロちゃんの定期公演にね、お邪魔してたので、ちょっと遅刻しちゃったんですけどね、入った時にね、蝶々結びの2人がね、大声ダイヤモンドをね、歌っててね、わあすごい熱気と思ったんですけど、多分今日雨がずっとね、降ってたじゃないですか、朝からね。まあ、どうなるかなと思ったんですけど、でも皆さんの熱気でね、晴れたんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっと盛り上がってるとこに私も入って、ちょっと最初は私もこんな盛り上げれるかなと思ったけど、まあ鳥ということでね、最後みんなでね盛り上がって最後まで終わりたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあね、次はね、ドリステのねカラオケを使って2曲歌いたいと思います。ちょっとね、もう浴衣も着れる季節も終わっちゃうのでね、夏の歌をね2曲ほど歌いたいと思います。じゃあ2曲続けるんですけど、最初はガーメットっていうねバラードを歌うので、よかったら多分疲れてると思うので座って聴いてください。お願いします。Thank you.
休憩したところでもう一回立ってください。はい、おいしょっとみたいな感じではい、じゃあ次の曲はね、やっぱり今日はアイドルさんがたくさんいるのでアイドルの曲を歌いたいと思います。皆さん知ってると思うが合いの手お願いします。
なんとですね、その前日の23日にですね、米子市公会堂で行われる NHK のど自慢大会に、ね、出てくるので、それが予選会なんですよ。それが予選会で、それをそうなんですよ、なんか通過すれば24にお昼ぐらいに出てくるので、ちょっと24日はそのなんか報告会みたいなのも兼ねてドリステでねやろうかなと思います。結構あの友達によると、あの老人ホームとかね、施設とかでは大人気の番組らしいんで、すごいライバルがねいっぱいいるので頑張りたいと思います。そして、次は26日ですね。さっきあのドリステでおしるこちゃんが言ってくれてたんですけど、あのソロシンガー寄せ集めみたいな感じのイベントで、寄せ集めみたいなあのイベントで、あの、ポテトとトマトの詰め合わせっていうねイベント名なんですけど、なのであの佐藤トマトさんとテマリンがあの主になるソロシンガー詰め合わせイベントみたいなのをやるのでね、そちらはチケットが必要なのでね、ぜひあの私のブログの欄の Gmail のところにね、ぜひ皆さん予約をお願いしますね。来てください。じゃあ予約だけ来たなら来てよ来てよ、ちゃんと。あ、そうだ、ありがとうございます。ですね、米子米子アズティックさん、ラフズさんですね、すぐそこにあるんで、ライブハウスでやらせていただきますのでね、ぜひ来てください、お願いします。はい、ということでですね、最後にみんなで声出して盛り上がって終われる曲を歌いたいと思います。なのでね、あの途中でどんな動きしてもいいので、大家でもいいのでね、でもいいので、何でもいいのでね、はい、最後盛り上がって終わりたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。初恋サイダー、キスを